話の内容に興味があるときは前傾姿勢になる。話の内容に関心がないときは足を投げ出してのけぞる姿勢になる。貧乏ゆすりはストレス回避行動である。かかとが上下する貧乏ゆすりはただの貧乏ゆすり。つま先で床をトントン叩く場合はこれ以上踏み込まれたくない拒否サイン。話に興味があるときはつま先が話し手の方を向いている。つま先が正面を向かないときは話を早く終わらせたいとき。つま先が床につきかかとを浮かせているときは陽気なサイン。両足の先端をクロスさせ絡まらせているときはリラックスしている。足をクロスさせて座る癖がある人は養育欲求が強い。自分の足の裏を向かい合わせているときは退屈している。